ベラルーシ語、ベラルーシ語は、ベラルーシ共和国の公用語、白ロシア語と呼ばれていたこともある。和社は700万人から800万人で、ベラルーシやポーランド東部に分布している。系統的には、インドヨーロッパ語族スラブ語派に属し、ロシア語、ウクライナ語と共に、東スラブグループを形成する。東スラブ語群に属し、ロシア語やウクライナ語に非常に、近いが、 ポーランドリトアニア共和国内の地域であったことから、本来は現在に比べニッスラブ語であるポーランド語よりの特徴を持っていた。現在でもその語彙はポーランド語に非常に近く、ポーランド語話者とベラルーシ語話者は問題なく互いの意思疎通ができる。首都ミンスクを含む中央部から東西に広がる中部方言、北東方言、南東方言及び、 西部のポレシエ方言の4つの方言が区別される。ベラルーシ語は現在キリル文字で表記される。歴史的にワチンカと呼ばれるラテン文字やアラビア文字によって表記されていたこともある。リトアニア大公国で用いられていたルーシ語をベラルーシ語の祖語とみなすことができる。ルーシ語はスラブ語派の諸言語の中で最初に聖書が印刷された言語でもある。しかし、 1385年にリトアニア大公国がポーランド王国とクレボの合同王と呼ばれる連合を形成した後国家連合の進んだ15世紀後半になるとポーランド文化が本格的に流入貴族シュラフタ階級の人々はポーランド語を話すようになりベラルーシ語は平民の言葉として残ったようだポーランド分割 1772年から1796年によってベラルーシの地域はロシア帝国に併合された。ウクライナと異なりベラルーシの人たちに一体性のある民族的な意識はなかった。ポーランド・リトアニア共和国では上流階級は自分たちのことをポーランド人と考えていたためである。近年でもベラルーシの人たちはロシアとの区別を強くは意識しない。 これは、ベラルーシ語がもっぱら農村部で話され、文化的中心であった都市で話されることが、比較的稀であったことによる。例えば、1897年のロシア帝国の国勢調査では、人口が5万人を超えるベラルーシの諸都市の住民の、わずか7.3%が、ベラルーシ語が母語であると答えていた。このような状況のもとで、ベラルーシ語には、 田舎の教養のない人たちの言葉というイメージが定着していった。19世紀から20世紀初めにかけては、ベラルーシ語の主な話者であった農民は文字を知らず、また、都市ではロシア語やポーランド語、イディッシュ語などが用いられていたので、ベラルーシ語が書かれることは極めて稀であった。しかし、細々とながらベラルーシ語を普及させようとする運動もあった。 1918年3月25日、ベラルーシ共和国の独立が宣言され、ベラルーシ語はその公用語とされた。それから間もなく、1918年から1919 19年にかけて、ソビエト政府がベラルーシ地域を制圧し、ベラルーソビエト社会主義共和国を建設。1920年代には、全ソビエト連邦での民族化政策により、ベラルーシ化、 民族文化の復興が進んだ。行政、司法がベラルーシ語で機能するようになり、多くのベラルーシ語の本が出版された。また、標準語の制定について、活発な議論が行われ、政治法や文法面で整理しようとした、この時のベルーシ語の体系は、タラシケビツァという。しかし、1930年代に入ると、スターリンの言語政策により情勢は一変する。 1933年の聖書法改革では、ベラルーシ語の表記法が明らかにロシア語を真似たものに変えられた。この新しい体系を当時のベラルーシ共和国政府の故障にちなんで、ナルコモフカという、現在に至るまで一般に用いられるベラルーシ語はこのナルコモフカを元にしているため、本来のベラルーシ語に比べ、ロシア語の影響を受けたものとなっている。 1938年、全ソビエト連邦の学校で、ロシア語が必須科目となる。1958年の教育制度改革では、親が子供の何語で教育を受けるのかを選ぶことができるようになった。それによって、多くの人たちが子供をロシア語学校に入学させるようになり、ベラルーシ語学校の数は減少した。1980年代後半のペレストロイカを機に、 ベラルーシ語に対する関心が高まった。1990年にはベラルーシ語がベラルーシソビエット社会主義共和国の唯一の公用語とされ、再びベラルーシ化が進んだ。1990年1月26日に承認された言語法では2000年までにあらゆる行政文書、公的文書をベラルーシ語で書くことが義務付けられた。 しかし1994年、ルカシェンコが大統領に選出されると、ベラルーシ語の普及運動は完全に停止した。そして1995年には国民投票が行われ、ロシア語にベラルーシ語と同じ地位が与えられることが定め、された。2005年現在、これまでにない規模でロシア語化が推し進められており、ベラルーシ語に対する政府の支援は全くない。また、 ロシア語化政策の影響からトラシャンカと呼ばれるロシア語とベラルーシ語が混ざった言葉が蔓延している。方言線楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。